大大門美樹君、えー、大門君でございます、えー、今年8月に、えー、消費者庁からあ処分を受けました秋田書店の問題について取り上げます。秋田書店はあの少年チャンピオンなどのお人気漫画雑誌を出している大手の出版社でございます。時間の関係で、こちらで事件の概要を説明いたしますけれども、まあ、新聞記事がわかりやすいので、えー、お手元に用意をいたしました。 資料の1枚目があ産経新聞の8月21日付ですけれども、えー、これはもう要するに秋田書店がですねかなりの前から、まあ、漫画雑誌の読者プレゼントの景品数を水増ししていたと、えー、例えば50人に、えー、景品が当たりましたという発表をしておきながら、実際にはあ3人の人にしか送らないで、えー、47人はあ名前を 偽造して、市場に発表するというふうな、まああの、ケチなことをやってたわけでございます、でそれをあの昨年の2012年8月、内部告発を受けて、消費者庁が調査に入って、今年の8月20日に、えー、景品表示法違反で、えー、消費者庁から処分を下されたということでございます。まあ、時間はかかりましたけれども、内部告発を正面から受け止めてもらって、 えー、きちんとした調査と処分をされたという点では、消費者庁に敬意を表していきたいというふうに思います、でこれだけなら、ですね姑息、まあ、なケチな会社の、えー、表示を批判違反なんですけれども、資料の2枚目にですね毎日新聞の有刊をつけてきましたで、この秋田書店は、なんとこの景品水増しを、ですね、まあ、1人の女性、仮に N さんとしておきますけれど28歳の 女性がですね、勝手にやったことにした上で、その女性を解雇しておりました。ここまで来ると、もう人を陥れる犯罪の領域に入ってきているわけですけれども、でまあ、この N さんはですね、えーまあ、漫画編集者が夢だったということで、2007年4月に正社員で秋田商店に入社されて、念願の漫画編集者になられたわけです。でその7月からこの読者プレゼントの 仕事を担当させられて、まあ、その前からやってたと思うんですけれども、水増しをやれと言われて、それはおかしいということで抗議をされました、で上司の編集長からですね、えー、他,他人には口外するなと、騒ぐと編集者でいられなくするぞというふうに脅されて、それでもまあ水増しの仕事を続けさせられて、やめるべきだということをずっと抗議を続けられたんですけれども、 まあ、そういうい N さんに対して、えー、暴言とかパワーハラスメントがあ続いて、えー、とうとうあの適応障害を発症されて、2011年の9月から休職をされたわけでございますで、2012年の3月に懲戒解雇されまして、資料の3枚目につけてございますが、これが秋田書店から N さんへの解雇通知書でございます。 名前は黒塗りで潰してありますけれども、2枚目にあの解雇理由として、えー、プレゼント用の景品を N さんが盗んでいたとういうことが書かれております。まあ、あのこの N さんをお会いしましたけれど有名私立大学卒業でございまして、難関突破して、この出版社に入られて、 そんなあのプレゼントの景品をごまかすような、ですね馬鹿なことをするわけないんですけれども、おそらく秋田書店は、ですねこの N さんが、まあ、パ,ラパワハラで病気に追い込んだんですけれども、まあ、不正を正してほしいという N さんの意思は変わらないんで、外部に漏らされるのも時間の問題と思って、彼女に罪をかぶせて解雇すればえ、この目障りの N さんも排除できるし、 もしも水増しが後でばれても、N さんの責任できるというふうな、まあ、一石二鳥だというふうな、まあ、卑劣なことを考えたんだと思いますけれど、まあ、こういうことをやったわけでございます。で秋田書店があの N さんに罪をなすりつけたというのは、まあ、とんでもない、まあ、不正の上塗りであの不当行為でございますけれども、まあ、そもそもですね、こういう嘘は最初からばれているとで、消費者庁に聞きますけれど、消費者庁の処分というのは、 何年何月から何年何月までのこの水増し婚に対する処分だったのか、期間を教えてください。山崎次長お答え申し上げます。お尋ねの株式会社秋田書店に対する措置命令につきましては、えー、次の期間における表示につきまして、えー、景品表示法に違反する行為であると認定してございます。ままず一つつはミステリーボニーボにつきまして 平成23年1月6日から発売から平成24年4月6日発売まで、二つ目がプリンセスについて平成22年5月6日発売から平成24年4月6日発売まで、プリンセスゴールドについて平成22年7月16日から平成24年3月16日発売まででございます。大門、はい、ありがとうございます。 N さんが、あのー、病気休職されたのは、先ほど申し上げました、2011年の9月17日でございます。で今、次長からあったのは、不正は2012年の4月5月まで行われていたと。つまり、N さんが休職された以降も半年以上、この水増し行為が続いていたと。従って、これは、 N さんの単独犯行ではなくって、会社ぐるみだったということが、もう消費者庁の調査だけでもわかるわけでございます。で今、N さんはですね、この秋田商店を相手を取って、えーの、社員の地位確認と賃金支払い、えー、パワハラの損害賠償を求めて提訴をされました。 これはもう当然の金銭のためではなく、この、秋田書店のですね、不正を正した一心でございまして、明日東京地裁で第一回の口頭弁論が開催されます。ところがこの秋田書店は争う姿勢を示しておりまして、まあなんというかブラック企業が自らブラックの上乗りをしているようなもんでございますけれども、ただ裁判ともなれば今指摘したような時期的な矛盾はすぐ指摘されます。したがって N さんの単独犯でないのはすぐわかるわけでございまして、 そこであの、10月の31日に停止された秋田書店の裁判の答弁書ではですね、もう N さん一人の責任をするのはもう無理だと見て、えー、他の社員も水増しをやっていたとで、N さんはプレゼントを横領したから解雇したんだという言い方に変えてきております。まるでまあこうなったら、本当に N さんを犯罪者扱いにしているわけですけれども、な、ま、ん、あ、と言いますか、子供に正義を説くような漫画を販売している。 出版社がこういうなんて言いますかね、会社ぐるみで犯罪隠しをやって、えー、自分たちを守るために一人のね、若い女性を社会的に叩き潰そうとしているわけでございます、N さんが私は横領犯など、そもそもありえないと思っております、でまあ、あの山崎一応聞きますけれどそもそもこの消費者庁に今回の不正行為を内部告発されたのは、この N さん自身じゃないですか。山崎 山崎次長お答え申し上げます、えー、あの大変恐縮でございますが、現在、訴訟が行われている事案でございますので、あの答えの方は差し控えたいと思います。いずれにいたしましても、消費者庁としましては、権威表示法に違反する事案に接した際には、厳正に対処してまいる所存でございます大門三樹君、まあ。消費者庁がですね内部告発された方を特定するようなことを言えないと。 いうのは、まあ、よくわかっておりますでただあの、N さん自身は自分が内部告発したことを隠しておられません、であのまあ、言ってしまえば、去年の8月28日と12月5日の2回、消費者庁に告発されておりまして、えー、表示対策課、景品表示調査官の方、まあ、弁護士さんの方ですけれども、大変真摯に対応してくれたということで、感謝もされております。でもしここの N さんが主犯とといいうことならばあるいはあの 横領犯ということならばですね、まあ、自分の犯罪を自分で告発したということになってしまうわけでございまして、そんなことからのもあり得ない話でございます。ここでもう一つ考えるべきはですね、この池田商店のやり方っていうのはあの、この N さんに対する不当行為はもちろんなんですけれども、消費者庁も愚弄するものじゃないかなと私は思うんですよね。と言いますのは、消費者庁はこの N さんの内部告発に基づいて、 それを信頼して、裏を取って、もちろん裏を取って、調査に入って、処分された、秋田書店を処分されたわけでございます。その N さんが横領犯ということに万がちなったとしたら、横領犯の犯罪者の言うことに基づいて、調査に入って処分をしたと、まあ、前代未聞のね、話になってしまうわけですよね。したがってあのこのののこ秋田書店の裁判で争うう姿勢というのは 消費者庁も、まあ、愚弄すると言いますか、消費者庁も敵に回すようなね、えー、そういうことだと思います、まあ、そういう認識、どうですか、森大臣、お持ちになってますか。森大臣。えーまあ現在、係争中の事件、そして、あのー、個別の事案については、お答えすることができないんですけれども、まあ、一般的にですね、 えー、消費者庁はそれがあの内部告発を端緒とするものであれ、えー、それ以外のお、まあ、パイオネット等に来る情報を端緒,する端緒とするものであれ、ですね、えー、適正に調査をして、そして、えー、景品表示法に違反するという事実をですね確認した上でえで、ー、処分をしております大門三岸君。 あのもう一遍聞いていいですかあの、それはその通りなんですけれども、この,この裁判というのはね、どこかで行われてて、えー、コメントできないという種類じゃなくて、消費者庁にも向けられているといいますかね、あのそういう理解はされておりますか、この裁判の意味というものを、いかがですか。森大臣え大臣委員の問題意識はあの従々承知しておりますが 係争中の事件についてはあの、お答えすることができかねます大門三岸君。まあ、あの事務方とはお話してますけれども、これはそういう種類の裁判だということは、まあ、あのよくご,ご存じだと思いますので、あのこれ以上、答弁は求めませんけれども、であの消費者党に対するまあ挑戦であるというふうにもね、 らえててもいいたいなと思っておりますでこれからの消費者庁が当然、裁判に入りますと、証人として法廷に呼ばれる、あるいは証拠処理の提出を求められるということになってくると思います、でこの点ではあの、もちろん消費者庁の立場としてです、ね、不正を許さずです、ね、厳正なあ対応を、ね、してもらいたいと思いますが、次長いかかがですか山崎知事長。 お答え申し上げます。調子でございますが、訴訟が行われている事案でございますのであの、具体的なお答えは差し控えたと思いますが、いずれに立ちましても、適時、適切に対応してまいりたいと、この考えでございます山いも。とにかくあの、この読者、消費者を欺いてですね、こともあろうに、たった一人で不正を正そうとした若い女性をこう踏み潰そうとすると。 いうようなです、ね、この秋田書店の態度は、裁判を待つまでもなくです、ね、もう社会的に許されるものではないというふうに思います。であのこれはお願いですけれども、こういう会社は一部雑誌ではなく、少年チャンピオンも含めて、他の雑誌でも水増しをしていた可能性が十分あります。これは引き続き消費者庁としてです、ね、この会社への監視をお続けてもらいたいというふうに思っております。私もこの秋田書店が自らです、ね、を認めるまで この国会の場で追及していくということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました